新潟競馬場は新潟駅からバスでおよそ30分。広々とした土地に立っていてスタンドが綺麗。芝コースが間近に見えるのですごく馬が近く感じます。この競馬場の名物といえば 1000m の直線コース。実際に見るとあまりに遠くてスタート地点は外枠の馬が見えないんですね。それにしても早いですね。さてレースまで時間がありますので、朝から何も食べてないソフトさん、お腹がペコペコということで、視聴者さんから美味しいランチの情報をゲットしたようです。中華料理も美味しそうですが、新潟名物といえばこれ、タレカツ丼です。一見普通のカツ丼じゃないと思っていたのですが、ソフトさん曰くカツが重たいのだそうで、タレの味が行き届いた重みのあるカツが3枚も乗っていました。そしてお味噌汁で塩分も補給、夏にもってこいの一品です。私としては野菜不足が気になりますから、サラダをつけたいところですね。皆さんもぜひ新潟競馬場で召し上がってみてください。おっとソフトさん、ゆっくり食べているうちにパドックが終わっちゃいますよ。なんとか間に合いましたね。新馬戦ですから入れ込みが気になるところですが、パドック解説者さんはどういうコメントでしたでしょうか。おしまいに17番、ユナカイト470。血統馬らしく雰囲気がとてもいいですよね。皮膚感が薄くて、元気もいっぱいありますね。初戦から動けそうです。それではパドックでの状態を含めた推奨馬をお願いします。はい、15番コスモビックラコブ、17番ユナカイト、2番ロードスパイダー、6番フレッシュスマイル、それと11番ベルスール。以上ですね。ブライトパス同様コメントは良さそうです。それでは本馬場入場の様子を見てみましょう。第6強更新速度は入場です。新潟6レースは年次デビュー、新潟サラテキファイシーバー戦、芝戦400m、有馬高で争われます。さて馬券ですが、ソフトさんはユナカイト絡みの流し馬券、私はブログでもお伝えしています副賞転がし企画の4コロ目にこの馬を指名しました。10コロを目指す上でこの馬なら大丈夫なはず。それでは注目のスタートです。17番のユナカイトです。1番外17番ゲート誘導を受けて収まりました。係員が離れます。体制完了。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートです。さあ先行争い、まずは14番フランシス、間からは12番のベルポート、さらに外から13番西のドレッシー、前2頭が行って、半馬身内から11番のベルスール、直後4番手6番フレッシュスマイル、8番ピンクペルレ並んで、外から10番のシゲルアコヤガイも加わります。1馬身半差、内から4番のホーオーブルレ、9番バルス、外は14番のフランシス固まって、2馬身中段から後ろ、17番ユナカイト務めから、内から2番のロードスパイダー、3馬身15番の
15番のコスモビッグラコブが追走します。その後ろ1馬身内から1番人参娘、16番プリマの奇跡並んで2馬身7番シーアイリス、外は5番のアルデエンブレム、最後方5馬身6馬身3番のマサノエリゼという体型。3、4コーナーの中間に入ります。13番西野ドレッシー、花を切って半馬身のリード、じわじわっと11番ベルスールが並んでいきました。10番のシゲルアコヤガイ3番手400を通過、内12番のベルポート、8番ピンクペルが並んで直線へ。そのさらに外からは追ってくる14番のフランシス、直線を向いて先頭11番ベルスールが立った。食い下がる西野ドレッシー200を通過、3番手にはユナカイトがぐんぐんと差を詰めて10番シゲルアコヤガイを捉えました。先頭11番ベルスール、2番手に17番ユナカイと並んできた。11番のベルスールゴールイン。お姉さんのアーモンドアイの新馬戦と同じようなレースになってしまいましたね。それでも他の馬と段違いの足を使っていました。これはお姉さん同様すぐにでも勝ち上がれそうな気もしてきました。シルクレーシングさんからはこのように情報が入ってきました。そしてそしてレースの後にはレパードステークスの検討会があったようです。今から絶対当たる予想しますからね。お寂しい得意のご挨拶ありがとうございました。そして右が日刊スポーツ競馬記者の辻敦子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ改めまして里崎さん、ようこそ新潟へ、はい、ね、新潟でも引退してからねちょこちょこ来るんですよ毎年。なんか公園とか野球教室とかイベントほどで、でも新潟競馬場は初めて来ました。でも競馬場に初めて来ました。どうですか新潟競馬場。めっちゃ長くないですかねえ、直線のレースもありますしね。そうですね。でも何気に綺麗だなと思いました競馬場。よかったです。ちなみに現役時代は新潟でオールスターがあったんですよ、はい、あのハードオフ で、 そ, うです、ね、でその時にちょうどホームラン打って、はい、100万円もらったっていうすごい縁起のいい土地です。よかった、はい、新潟にはいい思い出が、いい思い出しかない、はい、だから今日も多分当たると思う、はい、あ、そうですね、はい、今日もいい思い出をぜひ作っていていただけたらと思います。そしてですね、辻記者は昨年に引き続き夏の新潟競馬にお越しくださいました、はいはい、2回目です、新潟は。去年すごい暑かったんですけど、はい、今日めっちゃ涼しいんで。そうですね、はい、先ほど皆さんにもお話ししたんですが、朝は先ほど大雨が降っていたんですが、お二人登場したら本当に雨だったんです。そうですね、まあ、ちょっと力でね、雲止めてきました。さすがですね、はい。それではですね、佐藤さんは競馬の方はよく見られるんですかね。競馬はめっちゃよく見ますね。あとあの日本放送で、はい、あの毎年番組やらせてもらってるんですけど、はい、一昨年の番組で、ね、はい、競馬のコーナーがあったんですよ、はい、で金曜日に番組やってて、はい、でその競馬のコーナーをやって秋の G1、はい、ワイドで100発100中でした、はい、素晴らしい。オムライスワイド、あ、馬単とか三連単はほぼ全滅だったんですけど、ワイドは全部当たったんですよ。イーグルですよね。当たればいいんですから。ね。そうですね。うん、いやさすが。そうですね。あのデータとかはそんなに重視しないんですよ。野球と一緒です。野球もですね、準備したデータとキャッチャー構えてサインを送るときに、自分の感性が真逆の位置に反するときあるじゃないですか。皆さんもあるでしょ。データ持って張り切ってやってきたのに馬見たらちょっと違うなみたいな経験があるでしょ。その時どっち信用するか、 100% 直感信用するんですよ。そこで勝負した結果いいか悪いか結果出たときに反省できるんですよね。
データで勝負すぎるとね、新聞記者の責任にしようとするそれじゃあ成長ない。だから野球もデータで勝負しすぎるとスコアラーの責任にしようとする。そうなってくると言い訳がついて、まあ、成長しないんですよ。だからね、皆さんも僕今から好き勝手言いますけど、最後決めるのは直感ですからね。これを大事に今日も頑張ってもらいたいなと思います。里井さんの予想も大事ですが、最後は自分の、そう、最後は自分の責任やっていうところを声を大にしていきたい。里崎さんがああ言ったからこれにしたのにってなったの。そうだ、信じるも信じないもあなた次第です。名言が出ましたね。ちょっとテレビ見すぎてますけどね。言っていいですか。はい、お願いします。これちゃんとした理由があるんでね、直感だけども聞いてくださいね。まあ、僕今野球解説やってますけど、やっぱ野球界スポーツ関連で連が絡むこと結構多いんですよね、いろいろね。そう考えたときに、今年一番プロ野球界で出世株って言えば、ジャイアンツの岡本和真が今年の一番の有望出世株だと思うんですよ。岡本の背番号25っていうことで、2と5は外せないっていう。なるほど。ね、2番のアルプトと、5番のアドマイン・セイリクターは外せないんですよ。はい、今、ボルシンガーね、ボルシンガーはね、そんな入れてないんですよ。やっぱりちょっと知名度が低いんで。で、今、全英女子リコーオープン、メジャーね、女子のゴルフやってますけど、比嘉ちゃんが優勝するんじゃないのかっていう、今日最終日、頑張ってます。彼女、24歳。ということで、2と4は外せないですね。2番のアルクトスと、4番のドルゴルビス。2、4、5、あと1頭どれにするかってね、先ほどボルシンガーって言いましたけども、最近プロ野球界で、ね、外国人選手が結構頑張ってるんですよ。ピッチャーもね、やっぱりルメールやっぱ外せないですよね。当然14ということで、2、4、5、14、4頭で絶対当たる、これです。なるほど。では里崎さんの予想をお聞きしましたので、次で辻さんの予想もお伺いしてます。里崎さんの予想すごい当たりそうな感じ、皆さんもされたと思うんですけど、すごい実績のある馬にそれこそ今言われたやつが当たったんですけど、私はその中でも先ほど言われた25番の5番の方、アドマイヤービクターを本命しました。これここ2回2連勝してるんですけど、今日ダートのレース行われて、ダートでまだ負けてなくて、その2戦目のレース、これ1分52秒3で勝ってるんですけど、次の日、八重山で行われたオメガパフュームの勝ちタイムと一緒だったんですよ。で、このオメガパフュームがこの前、ジャパンダートダービーで1着。で、前半のこの中距離 1900m の時計もすごく優秀だったので、重賞っていう、今回のこのクラスのレース初めてですけど、全然こう能力は通用していいかなと思います。すいません、急一気にこうシーンとなって。4番と5番もう一ついいの言うの忘れてました。4番と5番の帽子、赤色ですよね、バックが赤ね、今年絶好調で広島カープ、またつながりで、5番が お互い来る、絶対行きます、はい、これあと大谷翔平、ね、大谷翔平のエンジェルスも赤ということで、ね、シーンってしてますけど、これね、レパート終わった時にね、どう思うか言いますか、やっぱりなって思いますから、ただシーンってしてますけど、もう今日の夕方家に帰る時は僕とね、キャンさんのその他が分かりながら帰宅すると思います。ぜひ自分も5番が本命なんだけどなっていう方もいらっしゃいますか。多分後悔してもらえない。なんか浅さが見えますよね、まだね。で、今の話聞いて5番俺も買うなっていう予定あるわけですか。いや、これで5部屋上がります。幸せに帰れるんじゃないですか。いやそうですね。あとちなみに辻さん、他のレースで注目してるんですか。他のレースは小倉のメインの今日ガンスポーツの方は裏に書いてあるんですけど、小倉記念の、男の子と女の子一緒に戦うレースって、私女の子のレイボードっていう馬にしました。51キロなんで筋量も軽いですし、重賞でも頑張って走ってるんで、全然うまく立ち回りさえすれば小倉2000メートルも全然こなせると思うので、
ちょっと一発を期待して、新潟せっかく来たんで、はい、お金たくさん来て帰りたい去年の分まで取り返そうと。そうですね、去年のね、リベンジがありましたからね。ここだった僕らですか。はい。もう予想してます。予想されてますか。はい。佐藤さんといえば。はい。やっぱりね、佐藤の、はい、佐藤のがあるじゃないですか。十番に佐藤の黒い肉が。はい。これ本命です。はい。同じ佐藤つながりで多分勝ちます。はい。ポイントが。ポイントがね。赤の三番のストーンウェア。やっぱり広島カープ。はい。これ十と三で小倉は勝ちます。はい。じゃあ私も名前の中に。私、棚橋恵梨香と先ほど紹介させていただいて、B が里なんですよ。来そうですよね。来ますね、これだから里のばっかり買っちゃうんですよ。なぜか。すごい目につくんですよ。でも、里のダイヤモンドでいい思いもしてます。そうですね。だからぜひ皆さん、こちらもご参加していただけたらと。辻さん、ちなみに、ロパートステークス、はい、GO 何が本命なんですか。おっと、次。次がね、グレートタイムです。これがルメール騎手。ああ、やっぱり。はい。これはもう、うまくさばけさえすれば、いい足を使うので、チャンスあると思います。あと、里崎さんもルメールをすごく押されているということで、ルメール騎手。やっぱりいつも絡むんですか。だから、騎手推しです。外せないっていう。ああ、なるほど。ね、大事ですよね。やっぱりね、大事なんですよ。それが大事。うん。でも大事ですよ。はい、ここ大技だよっていう。そうですね、あんまり人気してないのが星つけたビッグスモーキーっていうものなんですけど、来た、はい、どうぞ。ビッグスモーキー注目してるんですか。来そうですか。おこのまますごい追い切りの動き良かったですし、前走ね 1700m ではずっとジョッキーの手が動いててもう追いっぱなしやったんですよ。ちょっと若干距離が短くて忙しかった感じなので、今回は 1800m になりますし、スーッと行ければ先行力があるので、もともと実績がある馬ですし、スピード十分なので、速いです。走り速いんでチャンスあると思います。チャンスあります、はい、走るの速いです。スーッと行けばスーッと行けるかどうか見ててください。スーッと行ったらポンって行けます。またかってスーッと行ったらポンと。ということで、それでは、辻木さん、最後にですね、そろそろ5レースの発走が近づいていますの で、最後に次の5レースについて一言お願いいたします。予習してないです。すごく注目さ、去年私が見に来たレースでアームダイとか走ってたりして、出生したんですよね、レパートリーにいろんな馬が。だから今日の新馬戦すごい結構注目してるんですけど、なんといってもこの皆さんに注目されてるこのゲレンディルの生理もね、これがちょっと小柄な馬みたいですけど、今日そんな熱くないですし、普通に走れば能力で押し切りそうな感じがあるんですけど、まあ、本命ではないですよ。本命じゃない。本命じゃない。だって穴とうなんです。そこをこれ本命にしてしまうとね、皆さんの期待を裏切れると。では皆さん、したいですかね。そうです。まあ、当てることも大事ですけど、そういう後々出世する馬のレースをこう間近で見て、あ、この馬そういえば新馬戦で見たなっていう思い出があったらね、また大きな G1 出てる時とか G1 勝った時に、あの新馬戦見たっていうのはやっぱ記憶に大事ですよね、はい、野球も2軍から見ていてね、もう一瞬でちゃんとしてね、侍ジャパン入ったらやっぱり面白いですもんね、はい、そういう見方もありますよね。そうです、そういう楽しみ方も、はいはい、ではトークも盛り上がっているところなんですが、ここで佐々木さん、はい、お暑い中ありがとうございました。めっちゃ涼しいです。新潟最高ですね。そうですね、連日はちょっと暑かったので、今日は割とでもすごい天気です。
いいです、そうですね、まあ、ちょうどちょっと、まあはい、でも暑いですがね、あのやっぱり涼しいんですが、あの仕事には知っていただいて、そうですね、やっぱり熱中症とかも楽しみになっているので、はいはい、ということでお二人ともありがとうございました、はい、